あなたの身近にある奇怪にして不可解、奇妙にして不気味な事象、陰惨な事件、凄まじい怨念、祟り、呪い、怪奇、心霊現象、あなたはもう帰れない。東北地方に不気味な女妖怪うならぺが現れるという噂がある。 F さんがある晩公園で散歩していると、異様なものが前から進んでくるのに気がついたそうだ。それは人間の女性に似ていたが、異常なまでに長いザンバラ髪で、肩や顔にかかっているので体の前後がわからなかったという。そして F さんのそばに来ると髪を振り乱し踊り始めたという。髪が F さんに当たるとその部分は切れてしまい、体のあちこちが傷だらけになってしまったそうだ。東北地方では昔から髪が異様に長い女妖怪うならぺがいると言われていた。 F さんが出会ったのもうならぺだったようだ。公園の監視カメラが捉えていた映像がある。ご覧いただこう。もう一度ご覧いただこう。やはり女妖怪うならぺの噂は本当だったのだ。